野球の子にも蹴らしてるんですよ。うん、ブンブン。絶対違うんですよ。だってこれを例えば、はい、例えば蹴り方としてですよ。こうダブルで蹴らすんですよ。こうこれが1、2、はい、3、はい、4。これをこう20回ぐらいやってます。これヘロヘロになる。ヘロヘロになりますよね。300メートルダッシュするような。これを左蹴って右蹴らしてインターバルでストレッチ。で2ヶ月休めとか言うけど、こういうトレーニングを治療と同時進行でやらすから落ちないんです。むしろ体力つく。直すとか直してね。だから要いろんなトレーニングで、ダッシュとか走れるやったら体力落ちるとか言うじゃないですか。これ十分余るトレーニング。本当っすよね。なるほど。ちょっと今の蹴り方でやってみて。はい。こうやって持っててもらっていいですか。はい、こうしてどこを下げる。これ動いてるんですよ。もう。あ、そうですか。わかりました。はい。ダブルで。ダブルで。はい、右で。左で。左から。膝を入れるんです。はい。戻りに合わせ。こうで。動かない。こうで。はい。こう。はい。で。三。四。左右軽く倒して、そう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 。蹴った後開きやすいでしょ。うん、広く。ね、もう一回、もう一回開いて。そう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 。だいぶ倒して、そうそう。でこれで今ちょうど1分ぐらい経ったから、はい、リセット目。マジですか。でやるんですよ。これ全然体力つきませんでしょ。もうちょっとこうやって